水雷昇格を持つイギリス軍艦、ポリフェムス水雷昇格艦とは水雷昇格を持つ艦である。水雷昇格は魚雷発射艦と昇格を融合したもので一種の魚雷艇が装備した。これには巡洋艦とモニター艦から設計要素が取り入れられた。運用の目的は安価で小型の兵装を沿岸防御と戦闘に提供することである。モニター艦のように 水雷昇格艦は、ごくわずかな還元しか持たずに使用され、時々は、数インチしか甲板と水面との差がなかった。このような艦は、煙突と砲塔だけが敵の砲火にさらされた。またこれらの艦は、砲塔が装備する砲兵装に加えて、魚雷を装備していた。初期の設計では、艦首から棒で転調でき、目標を強く打撃することによって爆発した。 外装水雷を装備した。後の設計では、魚雷発射管から打ち出される、自動推進式の魚雷を用いたが、敵を打撃するという概念は保持された。これは、英国軍艦ポリフェムスのような設計へと至った。この艦は5機の魚雷発射管を持つ。2機はそれぞれ右舷と左舷に配置され、1機が監視中央の補強された昇格に装備された。 ロバート・ホワイト・ヘッドを起源とする自動推進式の魚雷が発明された頃と時を同じくして水雷昇格管の概念は定起された。最初期の自動推進式の魚雷は明らかに非常に破壊力のある兵装であったが極めて射程が不足しており到達速度は無能にも10ノットを超えられなかった。これは静止目標以外にこの兵装を投入できないことを意味した。 この問題のもう一つの結果は、魚雷の最善の運用について、海軍内で多くの試行錯誤が行われたことであった。1870年代にかけ、魚雷を搭載する軍艦のために、多数の提案がなされた。最初期の魚雷搭載艦の設計と、同じく、水雷昇格艦は、港湾に停泊し、闘病している状態の敵艦船を攻撃した。 水雷昇格艦の停止性と拘束は発見と妨害を困難なものとしたが、これにより水雷昇格艦の攻撃は野臭を行うことが情報となった。水雷昇格艦がひとたび港湾に到達すれば、水雷昇格艦はどのような港湾を防衛する戦力があろうとも突入することとされ、闘病中の感染に対して直進し、感染が行動を始める前に魚雷を発射した。 これに成功した場合、水雷昇格艦は友軍と合流するために高速で港湾を脱出する。ポリフェムスの昇格。内部に魚雷発射艦が内蔵されている。この戦術が実用的なものでなかったことはすぐ明らかになった。このため、水雷昇格艦は一時的なものにとどまり、決して主流とはならなかった。他により実用的な 魚雷を運用する艦種が出現し、この設計は19世紀末までには広く放棄された。水雷昇格艦は少数の艦だけが生産された。艦級で最高とされる記録例は前期のポリフェムスとアメリカ海軍のイントレピッドである。その昇格によって港湾不頭の破壊に用いられた時、 ポリフェモスはこれらの艦が負わせうる潜在的な威力を示したが、有事の活動に大規模に投入されることはなかった。これらの艦はほぼ魚雷試験に用いられた。これらの艦を製造した等の海軍の任務で全く重んじられない間、水雷昇格艦は戦闘用の艦の概念として、その有用性を遠く凌駕した方法で注目を集めたと言える。ウェルズの SF 古典、宇宙戦争では、 英雄的な英国軍艦サンダー・チャイルドが水雷昇格艦として設定されており、この艦は火星のトライポッドを2台撃破した。水雷昇格艦が示した限定的な軍用上の価値からすれば文学の古典に登場し、ウェルズを不滅としたことが水雷昇格艦の最大の業績であるとも言える。ありがとうございます。